さあ、今日から始まりました、アカデミック解剖学今日のテーマは、長生きするには何々すればいいというテーマです。えー、今日からですね、アカデミック解剖学という題名でですね、えー、自分の知らない、自分よりも上の先生たち、まあ、まあ、ほとんど <laughs> 自分より上の先生なんですが、その先生たちが書かれた文章、 ね、論文に、えー、もしくはコラムに、そして、えー、医学書、もしくは、あの、いろんな病院のホームページからですね、あのー、参照させていただいて、そして皆さんにですね、医学的知識を、あのー、僕と、僕と一緒に学んでいこうということでですね、えー、始めた企画であります、えー。今日からスタートしましたので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとね、今日は長めなのですけれども、えー、最後までぜひお付き合いください。えー、絶対に損はさせません。 皆さん、こんにちは。けんやモモでございます。昨日はですね、皆さんに医学論文を読んでいくというね、あのー、初心表明をしたんですが、えー、いきなり医学論文っていうとですね、あの、びっくりされちゃう人も中にはいらっしゃるかと思ってですね、えー、まあ、簡単にわかりやすく、そして、えー、医学がわかるテーマをね、選んでいったところ、まあざっくりなんですが、老化をテーマにするっていうのは一つのテーマ、あの、皆さん、健康、 に関係される仕事がされてる方が多いと思うので、健康について調べていったんですよ。でそしたら、えー、津村健一郎先生っていう先生の,あのコラムにたどり着きました。老化とは何かっていうふうにですね、えー、この先生の,あのコ,ラコラムを読んでいくとですね、なんとですね、老化とは 人はおぎゃーと生まれた時から始まっているとか書いてあった時点でですね。普通だったら読まないんですけれども。なんかまあ YouTube のためにですね。ちょっとまあちょっともうしょうがないこれで読んでいくかみたいな感じだったんですけど。まあ普通だったらね、赤ちゃんから死ぬ日が決まってるとかね。まあよくそういうなんていうか、アリストテレスかみたいなね。まあ哲学みたいなね。ねえ、哲学なのみたいな感じでもう嫌になっちゃうんですけれども。まあそれでもですね、えー、なんていうか。 それでも地球は回ってる、ばい、ガリレオガリレイみたいな感じで、もうなんかその、健康のこと調べてるのに、なんかその、哲学みたいなこと言われちゃうともうがっかりしちゃって、普通だったらやめるんですけど、まあ、まあ、とりあえず読んでいってるわけです。で、まあ、あのー、これをですね、読み進めていくと、面白い、驚くべきですね、えー、文章を発見しました。えー、っとですね、この津村先生によると、えー、種保存のために種、種ですね、種保存のために、 子は滅ばなければならない。まあ、これですね。ええー、まあ、いろんな、あの、専門書っていうかですね、にも書いてあるのを見たことあるんですが、ネズミや昆虫が大量発生して、個体数が異常に増えると、ええー、要は食べ物を食べるのが、あの、個体っていうのは、まあ、ネズミが食べるものって言ったら、まあ、いろいろこう決まってるわけじゃないですか。それから昆虫が食べるものって言ったら、まあ、稲だとか、なんかま、ね、小さい虫だとか、 えー、なんかまあ食べるものが決まってるわけで、そう増えすぎるとですね、集団で川や海へ飛び込んだり、日々飛び込んだりして自殺していくということが言われています。これすごいですよね。ちょっとね、驚きました。いや、自然の、なんていうか、その、プログラムっていうか、まあそういうものが、えー、機能してですね、えー、結局その自然に、マキシマムはこれくらいの数だっていうのが決まってるんでしょうね。 同じ種の個体が増えすぎると同じ食物を食べるので餌がなくなりやすいということで、種全体が滅んでいくのを避けるための生態系の法則なようなんですよ。そういう法則があるんですね。また、このようなことを避けるために生態機能の衰えた子には、個人の子ですね、要は老化が起こるように遺伝的にプログラム,プログラムされている。つまり、一生、 ずっと永遠に生きられないっていうこともプログラムされてるってことなんですよね。じゃあ人はどうなのっていうことなんですが、人は30歳を過ぎたあたりから8年ごとに死亡率が倍々になっていくるというふうに言われています。つまり80歳の人は40歳の人の30倍も知りやすいことになっているっていうことなんですよ。だからまあ8、30と38年を比べると、 30歳と38歳を比べると、30歳の死亡率が1だとした場合、38歳では2になってる。でその次は4になって、8になってっていう、まあ、計算でいくと、80歳の時に40歳の人の30倍も死にやすくなってるってことが言えるというふうに言われております。 で90歳を超えると、その曲線が緩やかに、カーブがですね、緩やかになってくるということから、90歳を超えるような人は特別な遺伝子を持っているかもしれないとも言われています。うん。なるほど。人間の胎児の細胞を使った研究では、えー、実験室レベルで胎児から採取した細胞,を細胞は、およそ50回の細胞分裂ができる。が、50回を超えると細胞分裂が止まるのだが、 まあまあ、50回ね、細胞分裂できるっていうんですよね。でまあ、50回を過ぎると、細胞分裂できなくなると。分裂を促すように、えー、促してもですね、分裂しなくなる。しかし、培養環境を整えると、老化細胞というのも、生き続けることができます。っていうことが分かってるそうです。え、ここで、え、ちょっとね、あの、この分野でてね、あれどうなっちゃってんだろうっていう、気になっちゃったことがあって、えー、誰か知ってたら教えてほしいんですが、 A という細胞が分化して A と A' になるわけじゃないですか。これ A は古い方ですよね。これ A' は新しいというふうに判断するんでしょうかね。えー、A から分かれたんだから、両方古いっていうふうに判断するのかなとっていうふうに思ったんですが。まあでも、これが分化する。で、これがまた分化する。で、えー、これらがまた倍々に、倍々になっていくんですが、この A という細胞が、 えー、50回しかできない。で、A と A ダッシュがあって、A ダッシュはまた50回できるってことなのかなちょっとこの辺がね、あの文章からは読み取れなかったんですが、あ、でもそうだよね。えもともと人間は、あの、1個の精子と卵子からなってるわけで、それの細胞分裂が繰り返すことによって、えー、まあ、何十兆とかの、えー、人間全体がね、細胞になっていると。 いうふうに言われてますよね。えー、メイン、メインっていうか一番有名な説では、全部、あのー、体の細胞を入れると60兆あるっていうふうに言われているんですが、どうもこれ嘘臭く,くて、何が嘘かというとですね、えー、一つの、あのー、これ説だったんですよ。60キロの体重の人が、えー、まあ、なんだ、平均体重の人っていうのはだたいえー、まあ、なんだ この、1キロあたり1兆という計算を誰かがしたらしいんですよ。だから、60キロの人は60兆かもしれないけど、70キロの人は70兆かもしれないみたいなね。そういうふうな、まあ、計算をした人がいたということで、えー、一番有名なのが60兆って言われてるんですが、イタリアのですね、生理学者によると、えー、37兆っていうのがね、まあ、正解じゃないだろうかっていう人も中にはいるんですよ。で、えー、要はですね、その人の、 あの、意見としてはですね、えー、場所によって、要は1立方センチメートルの中に細胞がいくつ入ってますかという考えはちょっとナンセンスだと。なぜならば、え筋、ー、繊維ね、こういう筋繊維とかだったら、えー、10センチを超える細胞っていうのもあったりすると。それから神経細胞には至ってはですね、 えー、1メートルを超える、あの、長さのものもあったりするっていうふうにもう、あの、書かれていますので、医学書に。えー、なので、えー、これは、その、何キロだから、いくつだっていうのも言えないっていうことなんですが、まあ、とにかく、あのー、60兆っていうのが有名すぎて、まあ、60、一般的には60兆っていうふうに今でも言われてますよね。えー、まあ、そんなこんなで、えー、次に戻ります。えー、老化の原因について、ちょっと説明していくんですが、老化の原因はですね、 えー、体が錆びてくるっていうことと関係してるんですよね。か体が錆びるって何それみたいなことになっちゃうと思うんですけども、まあ、これを解説していきます。細胞分裂の低下。まあ、要はですね、50回、えー、もう分化するとですね、もう A という細胞がもう分化しなくなるってことですよね。えー、細胞分裂の頻度が低下するために、年老いた細胞が現役を続けなければならない。あ、なるほどね。えー、なるほど。年老いた細胞が生きていくということは、 この分化が遅れたりすると、年老いた細胞が残らなきゃいけないっていうことなんですね。で通常は古くなった細胞っていうのはぶっ壊れて、えー、なんかこう、マグロファージとかが、まあ、食べてくれるんじゃないかなっていうふうに思っていたんですが、まあ、年老いても元気を続けることも場合によっては可能だということなんですね。うん。で、遺伝子の両端にですね、テロメアというものがくっついているんですが、 それが短くなってきたりすると遺伝子の複製が止まり細胞分裂ができなくなるってことも分かってるそうなんですよ。面白いですね。科学はここまで進歩してるんですね。さあ次にですね、えー、ミトコンドリア問題っていうのもあの発生してるそうです。えー、ミトコンドリアっていうのはですね、えー、なんていうか、あのー、体のエネルギーを作ってるところなんですよ。だから、か体のエネルギーを作るためには、えー、どうしたらいいのか。 ということなんですけれども、まあ、ミトコントリアの数を増やせばいいっていうか、あのー、つまり若い人はミトコントリアの数がもともとね、多いんですよ。一つの細胞の中でね、数千っていうふうに言われてますよねで。お年寄りになってくると500個ぐらいしかないみたいなね。まあそういうあの記事を読んだことがあります、えー。続けていきます。まず活性酸素ですが、体を錆びる悪者の印象が強いのだけども、実は体には必要で、えー、大活躍してると。侵入してきた細菌や、 体内で発生した癌細胞を免疫細胞が攻撃するときに必要なのが活性酸素です。っていうことなんですよ。なるほど。えー、また余分な水分と結合して排泄するのも活性酸素。うーん。えー、しかし、やはり強烈な抗酸化物質だ、あ酸化物質だから、まあ、荒れすぎると廊下に向かうってことなんですよね。えー、小石川病院の大川先生っていうの というお医者さんのですね、あのー、資料が、まあ、これ別資料なんですけども、えー、ちょっと読んでいこうと思います。津村先生とはまた別の資料ですね。えー、活性酸素が増える因子、ストレス。ストレスですね。筋肉が緊張し、ストレスホルモンのコルチゾールが分泌されて、血管が収縮し、えあ、ー、その後ですね、ストレスが取られて緊張が解けた時に、血管の血流が良くなって、 この時に大量の活性酸素を発生させるそうなんですよ。だから、ストレスをかかわりっぱなしだったら、まだいいのかもしれないけども、それが外れた時に、わーっと活性酸素ができるっていうのが、まあ、あの、分かってるそうです。まあ、それから、タバコですよね。喫煙。そして、食物添加。えー、添加物。スナック菓子だとか、インスタント食品。古い天ぷら油なんかを使ってると、えー、やっぱりですね、活性酸素が多く。 発生するっていうふうにも言われてます。また、食べ過ぎも活性酸素を発生するっていうふうに言われてます。まあ、お年寄りになってきたらですね、消食が望ましいとも言われていますよね。えー、その他に、激しい運動。えー、まあ、激しい運動ですからね、例えばマラソン選手って早死にしてるイメージがあるんですよね。あと、お相撲さんとかも早死にするイメージあるじゃないですか。だからまあ、 あの大きい人で、えーまあ、めちゃくちゃ運動量が激しい人っていうのは、もしくはその、まあ、マラソン選手っていうのはね、あの小さいですけれども、小さいというか細くて小柄なイメージがありますけれども、やっぱりですね、運動量は激しいですよね。えー、なので、火、ま、星、あ、酸素が多くなるっていうことなんですけども、逆に運動不足もあの抗酸化酵素の働きで、えー 高酸化酸素の働きが低下して活性酸素が増えるって言われてます。いやー、難しいですね、このさじ加減がね。運動不足もダメだし、運動しすぎも良くない、ということが言われてるそうです。それから紫外線、放射線、排気ガスなど,などの環境線なんかも、これ、そのなんだ、活性酸素が増える原因っていうふうにも挙げられております。 ミトコンドリア問題についても、えー、別の資料から読み取ることができます。えー、細胞を健康に保つ細胞にエネルギーがないとダメでしょうと。それを作っているのがミトコンドリアですと。この数は老化とともに減少していき、機能も衰えていく。うん、数が減ったミトコンドリアは欲張りすぎて、ええ欲張りすぎて、ごめんなさい。<laughs> 数が減ったミトコンドリアは頑張りすぎて、化性酸素を出す。 え、数が多いときは活発をさほど出さないことが分かっている。あつまり、若者のときはミトコンドリアの数が多いから、そんなに一つ一つのミトコンドリアが頑張ってなくてもエネルギーを作ることができると。でも、老化してくるとミトコンドリアの数が減ってくるので、一つ一つのミトコンドリアがですね、 頑張んないと、エネルギーが、あの、体を賄えるほど作れないということで、まあ頑張っちゃうと、活性酸素が出てきてしまうと。いうことが分かってるんですね。ミトコンドリアが、あれですよね。あのー、エネルギーを作っている。でも、老化になってくると、ミトコンドリアの数が減ってくるので、えー、まあ、ね、機能しなくなってくるっていうか、一、まあ、つ一つが機能しすぎちゃって、活性酸素を出すってことなんですよね。僕ね、えー 医療業界でまあいるんですけれども、まあ25年ぐらい前この業界に行ってですね、ドイツのシーメンス社から発売されていた、えー、なんとかっていう機械があってですね、まあシーメンスが作ったと言われてるですね、詳しくはですね、えー、サンメディカルっていうですね、えー、機械屋さんがあるんですけども、まあ物流屋さんですね。で、そこのあの営業マンに聞いたことがあるんですけども、シーメンス社が実はですね、ミトコンドリアの数っていうのは 頭尺性収縮といってですね、例えばぶら下がり健康器みたいなのあるじゃないですか。これにぐーっとぶら下がっていると、えー、尺は、筋肉の尺は変わらないんですが表も裏も。ね。こういう運動をずっと続けていると、えー、実は、ミトコンドリアの数が増えたというね、あの営業マンが言ってましたね。えー、それはシーメンス社によって、えー、証明されています。 っていう話で、まあ、その機械を思わず買っちゃったんですよ。だって、ミトコンドリアの数が増えるんですよ。ミトコンドリアの数が増えるっていうことは、つまり、健康で長生き、もしくはその若さを保つことができるってことになりますよね。まあ、そういうことで、えー、まあ、買ってしまったものの、まあ、なんていうかね、もう、倒着性運動をさせる機械という,わいうわけではなく、なんかじーっとね、両手両足に、あの、なんかこう、微弱電流を流し続けるっていうね、まあ、暇で退屈な機械だったんですが、まあ、 それで良くなるんだったら素晴らしいよねって思って、えー、買ってみたんですが、まあ、あのー、好きな人もいるし、この電気嫌いっていうその患者さんもいたので、まあ、まあ僕はですね、もう手技療法家なので、えー、手で直していくのが好きなので、まあ、なんていうか、なんですよね。まあ、機械がまあ好きではないというかですね、まあ、好きじゃなくなっちゃったんですよね。まあ、ただ、手技療法でミトコンテリアの数が増えるかって言ったら、 多分増えないですよね。なので、まあ、こういう機会が証明されているんだったら、まあ、それもいいのかなとって思ってたりだとか、まあ、それだったら、えー、鉄手にぐーっとぶら下がれるようになった方がいいのかなと思ったりとかもしますね。うん。さあ、次いきます。次いきます。代謝の低下は老化のせいっていうことなんですけども、私たち40歳を過ぎたあたりから疲れやすくなったき、気力がなくなった、太りやすくなったと感じるようになります。これは体内の新陳代謝が低下するためとかん、え なかなか考えられており、一種の老化現象と考えられていました。おしかしなのしかしあ、来たしかし、医学科学の発展に伴い、科学が原因、加齢が原因というよりも、ミトコンドリアの現象が原あ、ミトコンドリアドリ <laughs> 言いにくいよね。ミトコンドリアの現象が関係していると考えられるようになってきましたと。 なるほど。ミトコンドリアさんですよ。ミトコンドリアの数が少なくなったり、活動が衰えたりしてくると、エネルギーがうまく、えー、作れなくなり、エネルギー不足に陥ったりします。さらに、エネルギーに変換されずに余ってしまった酸素からは、活性酸素が発生し、余った栄養素は中性脂肪として蓄えられて、えー、脂質以上の原因となってしまうのです。うーん、なるほどね。 すべては加齢、まあ、イコールミトコンドリアの数が減ったことによって太りやすいだとかなんだ、えー、気力がなくなったとか疲れやすくなったってことが関係してるっていうふうに、えー、おっしゃっておりますね。うん、なるほどね、まあ、考えられますよね。さらにエネルギー変換されずに余ってしまった酸素からは活性酸素が発生し余った栄養素は中性脂肪として蓄えられて えー、脂質異常の原因となってしまうのですと。その結果、高年期障害に似た症状、太りやすくなったり、体が疲れやすくなったり、めまいや貧血動機息切れ、無気力集中力の低下うつ状態、肌荒れ、などが起こってきます。なるほど、深い深いぞえー、いいぞいいぞ、うん、う,んうん、面白くなってきた。 ね。で、しかも、えー、あの、ドイツのシーメンス社って言ったら、まあ、ドイツのですね、ドイツ医学の最高峰を、あの、支えているというふうに僕は聞いたんですが、まあ、補聴器を作ったりだとか、まあ、いろんな、あのー、体のね、ま、まつわる機械とかを作ってますからね。さあ、ミトコンドリアを増やそうということなんですけども、えー、という題名がありますね。老化を止めることはできませんが、一方でミトコンドリアは年齢に関係なく増やすことができるそうです。あ、来た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 。さあ、 ミトコンドリアを元気にし、その数を増やすことができれば、えー、体内がエネルギーに溢れ、活性酸素も抑えることができます。いいですね。続き行きましょう。結果として、えー、体や細胞の老化を防ぐことができるのではないでしょうか。うんそ。そんな気がしてきた。では、ミトコンドリアを増やす方法は何かと言いますと、昔から言われ,言われていることに尽きるのです。なんだなんだなんだ。定期的な運動。動物実験ですが、カナダマックスマスター大学の ターノポルスキー博士が実施したマウスを使った実験によると1回45分の運動を週に3回5ヶ月間続けたマウスは運動してないマウスよりもミトコンドリアの数が多くダメージも少なかったそうですまた運動していないマウスは白髪や抜け毛が目立ち体が衰え死んでしまう一方で運動を継続したマウスは筋肉や脳の質量もほぼ維持し毛 濃く、しっかり生いていたそうです。いや、それがですね、ちょっとびっくりなんですけども、僕ね、あの、鼻の40代を今ね、滑走中なんですが、とうとう出てきましたね、品川がね。えー、今日、今朝ですよ、今朝。なんかね、あの、こう、髪の毛を、なんとなくこう、えー、僕、普通、帽子かぶっちゃうんで、なんかこう、串とかやらないんですけども、そろそろまあ伸びてきたなと思って、まあ、この串をやってて、バサーって見てみると、 びっくりビビンバですよ。白髪がは、生え始めてきましたね。いやー、驚きました。いやー、あのね、多分ね、わかってるんですよ。これストレスなんです。な何のストレスかっていう、まあまあコロナのせいなんですけども、すべてがコロナのせいなんですけども、なんていうか、初めてですね、えー、治療院の経営がですね、赤字というか、まあ、なんかこの、 えー、スタッフの数が、まあ、今年もね、新入社員っていうか、まあ、あの、新人がですね、3人も入ってきちゃったっていうのもあって、まあ、つまりですね、まあ、いろんなことを含めて、あの、初めて赤字になっちゃったんですよ。どうしようかなみたいな感じになっちゃって、で、まあ、ちょっとね、アップアップになっちゃったっていう、まあ、事実がありますよね、まあ、 だから、先週までね白髪なんかなかったんですけどね、こう見てパラって見て、ああ白、白いのが出てるみたいな。だから、ちょっとしたストレスが、例えばまあ、自分が今まで考えられたことがないようなことが起こって、えー、自分の、えー、能力を超えたというか、えー、それを超えた時にストレスを感じるんでしょうね。まあ、ただですね、まあ、うちの会社、今年で、 えー、法人化してでですね20周年なんですよまあ10年法人が続くっていうのがまあ5%とかまあ前後って言われてますから20年ったらまあかなり、えー、頑張ったなっていう感じはするんですがまあどうにかこうにかですね20周年あのー、迎えてますので、えー、このまま潰れるわけにはいかないっていうことでですねまあ昨日ですねうちのあのー、番頭さんの委員長総委員長とね話をしてですね えー、会計士と三人でですね、よし、頑張ろうぜ、っていうことになったところであります。だ、なんだけども、体はまだ反応してなかったのか、まあ、ちょっとね、白いのがね、パラ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 って出てきちゃったっていうことで、まあ、ちょっと僕びっくりっていう感じでしたね。さあ、元に戻ります。えー、っと、マウス実験によると、一回45分の運動を週に3回5ヶ月続けたマウスは、ね、えー、ミトコンドリアの数が減らなかったってことなんですね。えー 続けます人間に当てはめると週単位で各日要は月水金土とか月水金とか科目土など1日に1回1時間程度の適度な運動が良いそうです50度過ぎた人では毎日よりも各日要はその日を開けて1日おきにね運動が運動効果があると言われていますうん えー、なんてうか、到着性運動をすればいいよって話をしてたはずなんですが、まあ、運動をするだけでも、えー、減らないっていうことですよね。減らない。まあ、ーメンシャーは増えるって言ったので、まあ、ぶら下がり健康期もやった方がいいかもしれないですね。早速僕もその、その辺の公園に行ってですね、まあ、ぶら下がってこようかなっていうふうに、えー、今日は思いました。えー、この文章を読んでてですね、なんか、いい感じがしましたね。えー、次行きます。背骨を伸ばして姿勢を正しく保つ。あ、なるほどね。 現代社会では会社で一日中パソコンに向かって仕事したり携帯を見入ってしまったりして不自然な姿勢を長く続けた生活を送っています、うん、背骨を正しく伸ばし背骨を伸ばし背筋を伸ばし正しい姿勢を保つだけでもミトコンドリアを増やすことができます本当これはミトコンドリアが特に 背筋の筋肉や太ももの筋肉など姿勢を保つために必要な筋肉に多く含まれているためへ,へその部分を使うことでミトコンドリアが刺激されることで椅子に座っている時に背筋をピンと張るだけでも効果があるそうですなるほどつまり高重力筋を鍛えるといいってことですねうんすなわちそういうことじゃないでしょうかえー、次食事療法ね食事方法や食べ物に気をつける過食はエネルギー 過度に消費さされれてミトコンドリアを疲弊されますあ。なるほど。ミトコンドリア疲れちゃうんですね。若さだけじゃなくて食べ過ぎも疲れるそうです。適度な空腹感を味わうと逆にミトコンドリアが活発に動き出すのだそうです。腹8分目に医者いらずとはよく言ったものです。なるほど。津村先生の話でしたけども、えー、最後にこういうふうに締めくくっております。一般的にアンチエイジングに効果,だと効果的だと言われている以下の ような食事も注目です、えー。抗酸化物質を積極的に摂る。うん、抗酸化物質って取れるんですね。また今度調べて皆さんにシェアしたいと思います。良質なタンパク質を取る。なんだろう、良質のタンパク質。これもちょっとチェックしたいですね。ミネラルやビタミンを十分に取る。うん、これもこの大体大雑把なざっくりした表現なんでまあわかりかねますがまあわかる気もしますよね。悪玉コレストロールを増やす飽和脂肪酸やトランス脂肪酸 を控える、うん、まあ、よくわかりません。えー、血糖値を安定に保つうん。なるほど。食事量を控えるってことですね、えー。良質なオイルを適度に取る。あ、なんかオリーブオイルを取ったりするといいって言いますもんね。えー、食材はなるべく新鮮で無農薬。オーガニックの食材を選ぶ。タウリンを、あ、タウリン。タウリンを多く含む食材。えー、例えば、イカ、タコ、貝類などを取る。 うん、運動と適度でバランスの取れた食生活がミトコンドリアを活性化し、細胞を元気にし、老化を遅らせることができる最善の方法と言えるでしょう。皆さんもぜひ実行してみてください。いやー、津村先生、ありがとうございます。 えー、なんていうかですね、まあ最初にね、おギャラと生まれた時から始まっ、廊下が始まってるって書かた時点で、ね、まあその、えー、もう次のページ行こうみたいな感じになっちゃったんですけれども、まあこれは悪口ではなくてですね、え良、ー、かったと思います。津村先生の、えー、まあ書かれたですね、コラムを今日は皆さんにシェアしました。どうだったでしょうか良かったら皆さん、えー、皆さんの友達にもですね、ビトコンドリアの話非常に大事だよっていうことで、シェアの情法をお願いいたします。みんなで、え健康になって、 コロナをやっつけましょう